第31章、イエス、耳が不自由な人を癒される。イエス様のところに一人の男を連れてきた人々がいました。その男は耳が聞こえず上手に話ができませんでした。人々は救い主にその人を治していただきたいと思いました。イエス様はその男を他の人がいないところへ連れて行かれました。そして男の耳に指をお入れになりました。それから男の舌を触って祝福されました。すると男は耳が聞こえて話せるようになりました。人々は男の言うことがわかるようになりました。イエス様は人々にその出来事について話さないように言われましたが、人々はみんなに話してしまいました。